Makan. カシニプロモーション小木新山氏、本日のメインイベント WBC ユース世界バンタム級王座決定戦10ラウンド、レフェリー福地裕二がこの試合をストップしたタイムは8ラウンド1分58秒、8ラウンド1分58秒、テクニカルノックアウトによりまして勝者 WBC ユース世界バンタム級新チャンピオン、ダリル・パガソーフラッシュ・バサドレー。新チャンピオン、ダリル・バサドレーと一緒に一般大会の日本ボクシングコミッションより認定賞を授与されます。認定賞 WBC ユースバンタム級チャンピオン、ダリル・バサドレー選手との、今日は2014年11月30日金沢市においてヨド神殿城茶神社と10回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンとなることを認定いたします。2014年11月30日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林修子。新チャンピオンダリル・バサドレ選手にチャンピオンベルトが贈呈されます。そして WBC ユース世界バンタム級新チャンピオンとなりましたダリル・バサドレ選手にカシニボクシングジム講演会会長、そして株式会社ビーングループCEO 北重和様より勝利者トロフィーが贈られます。そして新チャンピオンダリル・バサドレ選手にカシニボクシングジム講演会幹事株式会社家元代表取締役畑和正様より勝利者トロフィーが贈られます。Thank you.